広島県内23の市町を巡る沿線遺産。舞台は坂町です。前回は昆虫好きにはたまらない専門店が登場、ワクワクする昆虫採取を体験しました。今回も坂町役場前バス停周辺で沿線遺産を探します。さあ、今日ご紹介するのがこちらでございますよ。これね、ケルンっていうとこらしいんです。で、あの今流行りのパルクールの、そういう なんて言うんだろう、ちょっといろいろ聞いてみましょうか。外観は町工場いうかね、巨大な工場みたいな、なのに中がすげえわ。何これ。どうも、すいません、お世話になります。ごめんなさい。ちょっとここケルンという、練習場、パルクール施設ですね。パルクール施設、まあ、欲張りケルンって言って、はい、いろんなことやってるんですけど、はいはい、主にはパルクールですね。そうかと思えば、こんな駄菓子屋さんのスポットもあるんですね。すごいじゃないですか。あのお菓子もあれば、飲み物なんかもあって。そうなんですよ。駄菓子屋さんを兼ね備えたパルクール施設ケルン。その大きさは全国クラスだとオーナー夫婦は胸を張ります。オープンは2019年の4月。夢の場所が完成するまでの道のりを2人が教えてくれました。主人がここで車の整備とかをやってたんですよ。でそしたら4年前のなんと大災害で、西日本豪雨で130センチ沈みまして、ここが全部やられまして。そうなの。じゃあ鉄工所の跡地でご主人が車屋さんをやるよっていうことですね。それで、まあ、何もなくなりました、はい、で何をどうするってなって、でその時お付き合いしてた税理士さんの紹介で、こんだけ広かったらパルクールの施設どうですかみたいな言われて。税理士さん何もんすか。なのでそこでパルクールのパの字も知らぬ、パルクール何って言って、じゃあやるって言って、作れるって言ってはパルクールを作る。そう、うん、だそのこんなのがいるよみたいな言われて。そういう器用だったんでしょうね。なんか自分で言うんだ。自分で言うんだ。手先が器用でものづくりが好きなご主人。さまざまな木材を加工し、パルクールのアイテムを手作り。豪雨災害を乗り越え、ご覧のような立派な施設を作り上げました。こちらの男性はケルンを拠点に活動するパルクールのプレイヤー、トレーサーと呼ぶのだそうです。おいくつですか。今年で19になります。19歳。もうパルクール歴は何年ぐらいなんですか。今年で3年目になります。へえ、すごい。ということはここができて通うようになったと。昨日なんですよ。昨日どうしました。彼が日本選手権、だからいろんなスポーツでいう全国大会出場のチケットを取りました。あら、すごいじゃないですか。いやいやいや、すごいっすね。ケルンの看板選手大西さんのパルクールの技を拝見。お願いします。ムササビだったでしょ。ムササビだし忍者だし忍者だし、早すぎて どこ行ってか迷った時があったでしょ。なんかゴロ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 、あれ迷った、どこ行こうかいのみたいな。あれは技。そう、技。迷ったわけじゃないよね。ごめんね、何も知らんから。すごいわ。無駄な動きがないのがパルクールなんですよ。効率的に体を動かすっていうのがパルクールなんです、ね。
今回はここまで。次回、中島さん無謀にもパルクールに挑戦。お見逃しなく。